マジ後輩、あいつ。いや、俺のもう直属だからね、ガチの。ああ、そうか。ああ、そうだよね。うん。ああ、好きだもんね、洋介のこと。いや、俺マジで、みんなやっぱ後輩、うん。相当可愛がってきたからさ、本当に。お前どっこちれかっは？てやつじゃん、後輩連れていくってより。二人が思う？これお前が押してんの？今いろいろ。押してみて。そうだよ。なんか質問みたいなの来てるからさ。二人が思あ、やう。ばい。また消しちゃった。二人が思う雰囲気がすごいと思うスタジアム。雰囲気がすごい。雰囲気です言うとやっぱサイスだ、タ一番じゃないかな。再スタじゃない、やっぱ。なんかでも雰囲気とかじゃなくてすごいやりづらいなとかっていうスタジアムあるけどね。そうね。トスマジやりづらいよ。いや、俺も、敵になってアから。ウェー、アウェーな、そうそうそう、アウェーなって思った。あんなにやりづらいんだなと思って。最後の10分ぐらいとかめちゃくちゃやりづらい感じある。特に。なんか、すごい嫌な、俺ら本当苦手やからさ、列が。おさわや、ほんまになんか、やっぱそういうのもあるんやろうけど、結いや、で構。も俺も思ったよ。俺らが、判定とかっていう問題以上に、なんか、すげえ、相手の雰囲気に飲み込まれるじゃないけど、そういうなんか、応援がすごい反響する感じもあって、嫌だあっな、たかこいいしつ。ね。あのバス入っなってくるとたこすごいみんな拍手で迎えてくれて、すそっごいあかりらのがたいね、なって思うし。そっからのラスト10分のギャップね。いや、本当に。でもね、頑張ってほしいなって、トスも今大変。ね、どこも大変だけど、ね、どうにかうまくいってほしいなとは思ってるけど。そうね。いきなり降格とか、そういうのは絶対にやめてほしいよね。いや、本当。俺ね。これは？これって難しくない？なんいか。や、これ難しい。一般だもん。ね、一番ってないよね。でもやっぱ、俺とかさ、やっぱ初ゴールとかがさ、嬉しかったりするし、ね、やっぱこういうゴールが良かったとか、あのパスが最高だったなっていう感じだから、俺、でも、J リーガーになるのは遅かったからさ。だから、それの一番最初の試合かな、やっぱ。やっぱ最初の試合はね、どうしてもやっぱイメージあるよね。なんであんな硬かったんだろうとか。あ、いや、なんであんな緊張してたんだろうみたいな。緊張するやろ。い一や、番なん最かそ初れ、いや、それでもさ、俺、デビュー24かな？24スタートだったかな？だったけど、やっぱりさ、大卒1年目でもなければさ、海外でも試合は出てたし、っていうのを考えるとさ、やっぱり緊張するっていうのはさ、なんか、あんまりイメージ湧かなかったんだけど、いざ、やっぱ違うよ。日本でやるってことは、いろんなやっぱ知ってる人が見てる中でやるってことの緊張やと思うで。海外って意外にさ、その時、まあそこまでさ、まあ見れる試合あったけど、まだそこまで復旧してないやん。そういね。ろんな見れる環境が少なかったから、多分そういうのもあると思うけどね。なるほどね。まあでも、そうね。やっぱ、海外より、やっぱ応援っていう感じのを受けた感じはあったから、そう。やっぱ、それでの緊張かな。いや、でも、一個には、やっぱ、なかなか。陽介何？ 17 で出てる？試合。ああ、そうね、高3の時に、その時のナビスコに出てる。ああ、そうなんだ。けど、別に、まあ、ガンバ戦で、その時もサイドハーフう、で出されたな。ミサ？いえいえ、小野さん。あ、小野さんなんだ。なんかもうずーっとミサでやってるイメージがあるんプだロけ1ど年目も小野さんで、途中からミシェルな。あ、そうなんだ。途中から来たの？そうそうそう。へえ。ようちゃん、出産以外、いつ、どのように渡せばいいですか？ 誰だ
なんでしたか。ね、J リーグ不足。J リーグ不足ね。いやもうみんなスポーツ不足でしょ、完全にね。いやね。いや あったね。エフトの試合、台風でキックオフ1時間遅れ。ああ、やったね。俺出てねえや。これはこれ。レギュレーション。あどうなんやろね。今だからその学校に関してもさ、あ、レギュレーションやからあれか。どうなんだ、ね、サッカーの方、サッカーの方でしょ。うん。まだだから決まってないってことでしょ。何も決まってないでしょ。でもなんか2日に1回の試合になるかもみたいな、中2日みたいな。中2日って結構えぐくない？なんか交代枠も増えるかもとかなってたけど。ああ、5人とかね。プレミアだっけあれ。何が？5人になんか。あ、そうなの。ああ。本当にさ、ああいうの。でもさ、どうなってもさ、うん、もう俺らはやるしかないし、まあでもベテランってさ、うん、やっぱ全試合連戦だったらまあ、無理じゃん。うん、普通に考えて。まあ、ね、まあ、若くてもまあなかなかね、5試合とか行ったらもう6試合目は難しかったりするけど、うん。うん、なんかでもまあ、その中で、中2日での、やっぱベテランがやっぱ走り回るっていう状況が落ちないっていたとしたら相当すごいよ。まあ、だから2試合はいけてもね、連戦までいけても3は無理やね、うん、だって1週間に普通に走行距離30何キロとかになるわけでしょ。そうね、そりゃやばいよね。しかもなんか、うん、一定のペースでもない走りをさ、走っていきなり止まってとかさ。まあでも3乗馬は大概あれだろうね。一試合やって休んで一試合やって休んでなるだろうね。ああ、もう監督とかもそういう見切りのつけ方するかもしれないよね。うん、いや本当ベテランにとっては厳しいシーズンですよ、うん、本当に、うん。もういつクビになってもおかしくないし、うん、ね、試合出る回数も減るし、試合数ももし減ってしまったらね。うん、大変だし落とせないね。だからやっぱりそのコンディションとか、うん、より若手の時以上にさ、うん、やっぱ保つ以上にやっぱ上げていかないといけないんだけど、そうやっぱり劣化してるのを認めたくないのもあるじゃん、やっぱ。いや俺まあでもまだね、逆に俺は一時期より上がってきてるって思ってるから、うん、今は。うん、そうね。なんか劣化してるって感じじゃないし。いやいや、でも、俺が言ってる劣化は、もちろんその、年がこう上がってくれば上がってくるだけ、うん、筋肉的な問題だったりとか、そういうのはさ、実際に、まあ、まあ、落ちるじゃん。うん。怪我するのも間違いないね。そう。だからそういうものは、ね、うん、気をつけないといけないなとは思ってるけど、まあ、俺もだから30になって、本当に、すごい、なんか、プレーとかの、なんかあこうやってやるべきなんだみたいな、もっとこういう風にやるべきなんだみたいな考え方を教えてもらってから、うん、結構なんか自分の中ではまた今までと違った成長の仕方してるんだみたいなのをすごい感じるけどね。ケアにしろトレーニングしろ増えたっていうか、うん、やるべきことが定まってきて、うん、あそうだね、なんかどうやったらどう自分の体が良くなるのとか、こういうトレーニングとか、うん、こういうマッサージとか、なんかそういうケアの仕方とかはすごく学んできたからいいよね、うん、ああそうね、あんなに繊細じゃなかったもんね、やっぱケアとかに対して全くケアもしない、トレーニングも自分でほぼしないの状況で俺ほぼやってきたからお前特殊なんだよ、でもだから今はちょっと特殊で楽しい。今自主練とかすんの今、うん、俺も今はもうこのコロナの状況になってからもう週1回休むぐらい、うん、毎日何かしら動いてるよ、ジョギングもするし、今日もだからチームのトレーニング終わった後にジョギング30分とか。なるほどね。これは一番相手にしたくない相手、これ人ってこと、チームってこと、人だねこれ、人ああ。
俺はフォワードになっちゃうからさ、結構。うん、フォワードやったら誰なんじゃ。言うかな、心臓くんとか。うん。やっぱね、その駆け引きとか、裏取る駆け引きとかが絶妙な人はやっぱやりづらい。動き出しがいい人。うん。うん。クソシュートうまいとかよりもそっちの方が嫌。ああ、そっちの方が嫌だ。で、出るか出ないかちょっと迷っちゃうこともあって。そうそうそう。だから常にそこの駆け引きしてるから、いや、オフサイドだろっていうような出方してるわけじゃん。もう結構飛び抜けた出方してくるじゃん。うん。そうするとさ、こっちとしてもかなり、ちょっと躊躇する局面が多くなるんだよね、やっぱ。やっいや、ぱ、普通に動き出しうまいしね。ユーとか、やっぱあの、心臓君とかは、もう本当でもに。さ、それプラスさ、あの2人、まあ、特にフロントで、まあ、ケンゴさんとかいたり、パス、ね、亮太とか、ね、やっぱパスも絶妙なパスが出てきたりするわけじゃん。ああ、そうだね、そうね。そう、あれアレがスに本当に。関してもね、まあ、そういう出せる人も、まあ、いるから。だから今そうね。パサーっていうまのが減ってる状況の中で、動き出しプラスパサーがいるっていうのは、やっぱでかいよね。あれ、だって、俺からしたら、やっぱ、ああいうのがさ、四六時中出てるとさ、やっぱさ、そこのケアに頭がいっちゃうのもあんま良くないわけよ。キーパーからするとさ。やっぱ、他のアイディアを出された時に、やっぱ、そっちが遅れるから。だけど、気にしないと失点するからさ、そこ。まあね。だから、そういう選手、まあ、その動き出しがいい選手は、ちょっとめんどくさいなと思うよね。だから、対峙してでしょ、洋介の場合は。誰かと対峙して、難あげんしいで。けど、やっぱ守備的ボランチって人はやっぱ嫌だよね。なるほどね。だから、まあ守備的っていうか、なんかこう、やっぱマンツーマンとかも強かったり、俺はなんか、だから蛍とか、なケントとか、ミサオとか、あ。あと長木亮太とか、ゴリゴリしてる。なんかもうゴリゴリ削っ、わ、もうわざわざ削ってくるんじゃねえかってぐらい来ると、ちょっと結構メンタル やられるときあるね。マジかよっでも、メンタルやられるように、彼らは思ってるもんね。て。まあ、鹿島は完全にそう、裏に対しては。もう絶対そうやってやってくるから。そう。でも逆に食いついてきたとこチャンスやなとも思ってるから。そうね、そうね。そう。でも、蛍とかケントはうまいこと食いついてこないときがあるよね。もう鹿島、だから、ミサオとか、亮太の場合は、もうがっつり、もう、削ってきて、もう、ファウルするみたいな。ミサオで固まる。そういうのあるね。今固まった。俺が固まった？わからん。だから、ミサオとね、亮太は、もう削ってきて、もうがっつそうり、もうね。そこでもプレー終わりって感じやから。そケのントと止め蛍る、とか、その辺うまくやるけど。止めるっていう感じあるもんね。そう、もう行かれるんだったら、もうカードもらってても止めるよみたいなね。いや、でも俺もう一人フォワードいたわ。今、佐藤寿人さんはって書かれてある。もうまさにだわ。いやー、超めんどくさかった。なんかもうその、本当にギリだからさ、狙ってるとか。いや、オフサイなんだろうなって思ってオフサイになる時ももちろんあるんだけど、オフサイじゃないの？今の得点みたいな取り方が多い。もう紙一重みたいなさ、抜け出し方とか。いや、ほんまうまいよ。俺いもだやー、うから、まいよね。あの人にパス鍛えられてもらさせてもらったみたいなとこもあるからね。もうだって、関係ない。俺らがもう持った瞬間に、もう走るからね、みたいなるほどね。な。いで、や、そっから俺はシュートさ、が上手いから。俺はずーっと試合中さ、こうやってパーってさ、フォワードの動きとかも含めて全部見えてるじゃん。だから余計うざいんだよね。見えるから。ちらつくから。なんか、今のタイミングで出てきたら、ディフェンス裏取られんなとか。まあそういう、なんか常になんかその、局面作られそうだなっていう雰囲気出されると。まあもう、でもみんなうまいよ、ほんいと。や、うまいよ。ね。うまい選手は多いよ。やっぱり。でもなんかやっぱり、今さ、結構やっぱそのサイドとかだと、局面を一個一個なんか、そのドリブルで一人で剥がせる人っていうのを結構さ、重要視してる傾向にあるじゃん。特に433のシステムだと、もうサイドが本当槍になってくれる人みたいな。
まあそういうところが俺結構、まあちょっとサッカー変わってきてんのかなって思っちゃう。変わったよ、うん、もうだから全員がなんかフィニッシャーじゃないといけない。あ、そうね、やっぱ全員がドリブルできて剥がせないともうサッカー始まらないみたいなサッカーにはなってきたね。コンビネーションとかっていう感じでは、うん、そうね、うん、なかなか難しいかな。だから俺みたいなプレースタイルは本当今大変、もうめちゃくちゃ今必死だから、その今のサッカーについていくためにとか、だからどうやったら自分が試合出るためにっていうのをめっちゃ考えてやってるから、でもそれがまた刺激で楽しくてより良くなっていってるのかなって気もするけどね。うん、確かにね。だからキーパーもやっぱりさ、よりなんかフィールドとの関わり合いがどん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 やっぱ深くなってくるから、うん、ある意味なんかもうそこで取られたらゴールがらきですよみたいなシチュエーションになることがさ、やっぱ、まああるね、多くなってきてんだよね多分今まで以上に、うん、まあ今までもトライしてたチームはあるだろうけど、やっぱあれがやっぱ結局なんか11人で攻めるのか10人であの攻めるのかの違いみたいな感じになってるとこもあってさ、そうね、うん、まあでキーパーがあんなに足元の練習するようになるとは思わんよな。あーそうね、うん、昔だったらなかったよね。なかったよ、うん、どうこれこれこれどうチームでってことかな。まあそうなるよ、チームでもチームじゃなくてもいいんじゃない。でもこれはなんかあれば、チームだったら、うん、若手、まあ今ちょっと試合一緒に組んでる芝と、まあでも大卒だから若手って言っていいのかどうかっていうのが、いいよいいよ、そこも含めて、あいつはだケントみたいな感じで、うん、より下手なんだけど、うん、走る量で言うと多分ズバ抜けて、多分俺 J リーグ1走れるんちゃうかって思ってる。うん、なるほどね。そこに、うん、そこが。あともうザイオンも最強だね、ザイオン。キーパーだけ。うん。最強だぜ、あれ。あ、もう日本代表になる、完全に。最強だぜ。今ですげえもん。ここに、なんか高3の年だけど、能力も半端じゃない。いるいるうちにも。うん。一人いるよ、同い年の。ザイオンと同い年の。キーパー？うん。マジで？めちゃくちゃすごいよ、そいつも。めちゃくちゃすごい、なんで高2ってそんなことできたみたいな思うもん。いやもう普通にやってる、もう。いやいや、そうなんだよ、足元うまいし。あ、そうなんだ。そうだから、そいつは足元をやっぱプラスアルファしていかないといけないって。だからザイオンとワールドカップみたいなのいっぱいあったじゃん、うんうん、17かなんかの、うん、そのサブに入ってたんだけど、やっぱ彼もハーフなの、FC 東京に。で、やっぱ足元うまいっすとか言ってたもん、帰ってきた。ああ、うん。すげえ世代じゃん、それは、キーパー。いや、すごい、すごい世代だよ。ね。本当に。やっぱ ね、ハーフはね、うん。すげえよ。血がすごい。血が強い。ああ、なるほどね。うん、やっぱ憧れるもん。いや、俺もでも、見たとき、レッツユースかなんかが、その、東京のグラウンドの横かなんかで、練習試合かなんかやってんの見たとき、ガタイエグかった、ガタイ。うん、いや、マジで、バッキバキよ、体も。もう、鍛えて、ケツとかもキュッてなってるし。うんうんうん。いや、八村塁君そっくりなんだけど。いや、体もえげつないし。うんうん。すごい。うちの期待の選手ね、大卒の選手、やっぱり期待大なんだけどね。試合出てるよね。出てたよね、最初のうちで。うちにメッシが来た。メッシみたいな。タイ人、タイ、え、タイ人だ。タイ人じゃない、タイ人じゃない。法政から。法政大学から。めっちゃドリブル上手いやつ。めっちゃドリブル上手い。やばい、本当に。本当に、分かってても、そのターンについていけないみたいな。へぇ。めちゃくちゃちっちゃいんだけどね。あ、途中出てた？清水選手。出てた、出てた、出てた。終盤の方にね。
なんかいたね、キレキレな子、うん、いや、今年なんか 大学生3人かな、3人入ったけど、みんな試合に絡んでるからね。てか大卒のレベルの高さが半端じゃなくなってきてるよね。うん、なんか大卒が大卒パンチあんだよね。だからフィジカルもすごいしさ。そう、だから昔もさ、そのキレッキレみたいなやついっぱいいたじゃん、大学で。それがやっぱ重宝される時代になってきて、うん、でそれがやっぱりこう今生きてきてるっていう。なるほどね。いや、まあでもそうだよね。だからその槍とかの選手が多くなってるもんね。うん、そうそう、うん、だってマリノスの、そうだよね、まあそうだね、テルとか、テルとかはもう完全に槍だもん、うん、そうそうそう、もうまさにあのサッカーには絶対必要不可欠な、うん、なんかその存在になってる、うん、いやでもいっぱいいるな、やっぱすげえ、うん、いやでも東京またブラジル人がすげえじゃん、もうあれあれね、乗ったらあれ、ね、乗ったらあれちょっとほんまに厄介よね。いやいやいや、あれさ、なんか俺らもなんかわかんないんだけどさ、うん、なんかブラジル人のなんかコンビネーションみたいのがいきなり生まれるのよ。なんか、いやわかるよ、そんな練習見てたけど、うん、急にスイッチ入って、いやいや、そう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 、だから何もないところからさ生まれてくるわけじゃん。そうそうそう、何もなかったよ、だってあの、うん、2点目の時ブラジル人4人で繋いだからね。ちょっとまああれあれまあでもハマったらダメな時もあるんだろうけど、ああ、いや、まあ、でも誰かがなんか、ね、パロプンって起こせる能力ある。いや本当そう、なんならそのよ後ろから見てるからさ、うん、流れとかなんかえプレミアみたいな。いやだってさ、雨の日のあの ACL さ、アダユートンバーン蹴ってさ、うん、止まってさ、一人走ってたやつやばくない、あれ。いや、あれとかも、なんか、フィリピンのさ、選手のこと喋ったんだけどさ、あ、なんかやってた。いや、マジで反則ですよ、とか言って。戦車かと思いましたもん、マジで、とか言って。いや、あいつ、本当にそれでめちゃくちゃ性格いいからさ、うん、本当に、多分だからファンで分かってる人はああいう選手を応援したくなるのは分かるなと思って。うん、しかも可愛い。ちょっと今年は結構やっぱこう裏にスペースあったらパンって一発ああいうのが生まれるんだろうなって思うから、今まではどっちかっていうとさ、まあ、裏も長いとこあったからあれだけど、うん、まああれだけど、まあまたちょっと違うよね。ああ、なんかね、またなんか特殊な選手入ってきてる。特殊だね、なんか。あ、まあ、アデルトだって足やばいもん。だってさ、遠くの場合さ、まあ、正直、適当にポンって蹴っても、うん、なんか起こるぜ。あ、長いて、ね、オリベーディエゴいて、ちょっとあれは。いやいやいや、でも俺も思うよ。ああ、ちょっと裏でバウンドさせれたらなって。うん。あの、ゴールキックならないように、裏でバウンドさせれたらなって思うよ。あれすごいよ、やっぱ、うん、ヘディングとかアダとかえぐいからね、うん、なんかパチーンって音鳴る、マジで速さとか。あ、まあドーグラスもやばいね。ドーグラスやばいね。ドーグラスのどうですかってやる。やばい。ドーグラスと同い年だよね、多分ね。一緒ぐらいだね。あ、でもなんで あんな能力してんのに代表とか来なかったんだね、あれ。ブラジルのアンダー20とかそういうのはね、全然、まあそれでもすげえよね。うん、すごい。いや、だってディエゴとかもだってブラジル人だし、あのブラジル人ってどんだけいいのって話でしょ。うん、くすぶってるよね、いっぱいね。いっぱいいるんだと思う。あ、ちょっとこれはどうかな。ちょっと待って。いや、浦和のブラジル人もみんな性格良くていいっすよ、本当に。レオマジシュートクソうまいからね。いや、うまいよね。めっちゃうまい、シュート。うん。で、オルンガもやばいね、確かに。うん、オルンガやばいね。うん。あ、これはこれ。いや、まあ、あの、ふわとろっていうね、お好み焼き屋さんあるのと、でもね、どこ行っても美味しいんだよ。俺行ったんどこ？俺が広島行った時にさ。あれはふわとろじゃない？あれふわとろ？うん。あそこ移転しちゃったけど、駅前、駅の方に。美味しかったでしょ？美味しかった、美味しかった。あの、めっちゃサインとか
飾ってあったでしょ。そうそう、でもどこも美味しいんだよね、正直。え、でもさ、要するに、いや、こいつ毎回この髪の毛伸びたのを下りやってくんだよね、これ。ゲモリ？ああ、ちょっと、どうなの？髪の毛切ってる？自分で切ってる？お、自分で切った、一回。もうそれから切ってないけど。切ってない。いや、俺もさ、本当に、横を買ってもらったぐらいでもう何もできてないからさ。うん。いや、正直、この髪切りたい欲はすごい今。まあでも美容院一応やってるやってんだよね、ちょいちょい。うん。美容、あ、やってるよね、多分ね。ね。だから行っていいのかっていう、そこ。いや、秋広、背伸びたは違う。お前もう絶対わかんないよ、この顔だけ。伸びたらしいよ。いや、伸びたらしいよ、じゃないね。うん、それに、プラスこういうのも来るから。3メーターと15センチぐらいあるんだっけ？あ、3メーターをまず否定しないっていうところ言ったの。まあ、やり方ペコパじゃん。シュウペイ？シュウペイさん？シュウペイさんじゃない。ためだっけ？あれだっけ？太田とか U のチームだっけ？そう。なんか、高校ではあんま出てなかったとかっていう話を聞いたけど。俺も会ったことあるんだよね。あ、そうなんや。うん、結構昔だけど。今もうブームの。いや、ブームだよ、マジで。でもなんか、やっぱ知ってるからこそ応援したくなっちゃうよね、やっぱ。うん。より。でもお前ベストイレブン選ばれてなかったよ。何？え？それはしょうがねえよ。偉大な選手がいっぱいいる。シュウペイ君のベストイレブンに選ばれなかった。しょうがない、しょうがない。リフティングのコツ。こんなコツとかない。ない。うん、コツない。コツとかじゃないんだよね、これってね。なんなんだろうね。なんか、今さ、それこそ、インスタのさ。ほら。二人ともでかいですね。確かに画面の半分ぐらいありますからね。画面の半分ぐらい何があるんですか。本当にリーさんなんかあれだよね、誰かが女の子が選んだなんかベストイレブンのやつ入ってた。え、あ、あれじゃない、うちの、あ、そうだそうだ、東京の、そうだよね、そうだよね、橘ゆりか。俺もそこには入れたからな、入れてくれた。まあ入ったね。そこにはなかなかコメントもできないんだろう。誰が？違う違う、キーパーのさ、コメントはさ、やっぱさ、いろんな偉大な人がいるからさ、俺なんか選んじゃった時、うん、あれじゃん。これは？これこれ。俺も思うよ。あ、一回ね、もう、一時期、ちょっと正直言い方悪いけど、めんどくさくなって、むちゃくちゃなんか、20丸書いて10って書いたことあるね、8とか。1年ぐらいそれやった時期ある。あ、俺ね、サイン変えたいなって毎年思うけど、変えるタイミングでどこ？いや、もう変えてみたいなっていう。変えない方がいいと思うよ。いや、変えない方がいいんだけど、変えないって、うん、結局変えないで今進んでんだけど。俺も戻したもん、結局。二重丸からの10はダメだもん。なんか、くるくるって書いて、ああ、そういうのやったことあった。ああ、柏木さんはなんでスボルメと契約したの？俺はね、いろいろ大人の事情があるんですよ。いや、間違いない。普通にでもスボルメめっちゃ可愛いから。ああね、うん。なんか、また特殊な感じだよね。やっぱスボルメにしかないデザインな感じですよ。そう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 。俺は本当にずーっとアディアスだ。うん、アディアスにお世話になってる。アディアスね、うん、まあ俺は裏切られたみたいな感じだからな。裏切られた言うな。何、あ、これはこれ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 どう、今30分も走ってるんでしょ。おお、モチベーションなんかやっぱり今もう動いてないとやっぱ体重も増やしたくないっていうのと、うん、やっぱこうベテランだから戻った時にちょっとでもこう自分がこうできるっていうのも見せたいっていうか、うん、戻っ、コロナ収束したと。でもやっぱ
有酸素ってめちゃめちゃやっぱ全体、体にも全体的にいいから、うん、やっぱそういうのも考えてやってるかな。なるほどね。だからそれだけモチベーションもほんまに。俺、いや、音楽めちゃくちゃ聴くのよ、その走りながら。あ、そう。そう、音楽聴きながら走りたいの。やっぱもうその時間が過ぎるのがもうめちゃくちゃ早いから。まあ、俺一個も聴いてないわ。あ、そう。だからもう聴きながら走ると、もうほんと1時間とか走れるわ。うん。なんかただね、今ちょっとコンクリやから、そう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 、そこだけね。去年手術してるからさ、若干やっぱ膝調子悪くなるよ。ああ。そう、だから早く芝生の上を走りたくて、うん、ちょっと早く戻りたい部分もあるかなって感じ。うん。そうね。やっぱコンクリ痛いよね、ちょっと。痛い。うん。俺も足の裏とか結構パツンパツンになる感じある。うん、うん。そう。何明日東京でなんかすんのライブ。東京で東京なんかすんの選手が。いや、明日、いや、明日はあれ、俺、ジョアンって、そのキーパーコーチとライブやる。タクオとかだ。うん。タクオも？あ、ズームでやるってこと？そうそうそう、その人だ。それを流すってこと？それを流すんじゃない？あの、なんか、何人かみたいな感じらしいんだけど。うん。そうそうそう。自分以外の移籍情報も事前に入ってきたりするんだ。これね、気になるよね、だから。うん。まあ、なんか噂は、噂はもう、もうすぐ来るよね、うん。意外となんか本当か嘘かの噂みたいなさ、うん。でも嘘だったりするよね、結構。嘘も多いね。あいつ、ね、レッツ行くらしいよ。うん、え、そんな話ないんだけど、みたいな。本当に。そういうの。そう。ね、やっぱそういうのが結構あるよね。え、もう終わりの前時間、うん、もう そうだね。もうあと2分。あと2分になっちゃった。あと2分。すごいね、そのなんか時間の、はい。そうなん、これな、インスタライブしてるとさ、時間という間やん。ああ。まあ、また今度宣伝してやるか。まあ、そうだね。ちょっと、もうちょっと。ああ。なんで、陽介さん、半袖着れないのに、裸足で走れるのはなんですか。裸足裸足って書いてあった。いや、半袖着るけど、練習中の、肌と肌ぶつかるのが嫌なだけだよ、試合も。ああ、なるほど、ね。気持ち悪いから。ああ、はい。いや、ね、本当に、まあ。とりあえずみんなしんどいかもしれないですけど、ね、はい、ステイホームして、できるだけしし。でもね、たまにの散歩とか、できるだけしてもらって、あの、ね、息抜きもどっかでなんかしてください。僕らもできることはね、やっていけたらなと思ってます。はい。はい。いや、本当に。じゃあ、嬉しい、ありがとう。いや、またまた。はい、ありがとう。子供の、子供の風呂入れるんでしょ、もう。あ、そうそう、今からお風呂だから。またね。はい、じゃあね、ありがとう。はい、皆さん、さよなら。お疲れ様でーす。これどうやってやめるんだっけな。バツや、バツバツ。バツ。